はいどうも、りょういちです。それでは、ドラゴンクエストビルダーズ続きやっていきたいと思います。では、今回は、ピラミッドに行きましょうかね。ピラミッドで火を吹く杖を取りに行きたいと思います。と、その前に、ちょっとレンガの、なんだったかな、料理作るやつ、料理台、レンガ料理台、これを、作ってから行きたいと思います。これをまず作ろう。お、できたぞ。これで、ここかな。ここぶっ壊して。結構、あ、なるほど。2×2 か。おー、いいね。できた。これで何か作れる。うさぎステーキと、豆乳。パンも作れるようになった。キノコ豆乳スープ。すごい。いろいろ作れる。うさぎステーキ作ろう。と、豆乳も作ってみるか。ま、枝豆で作れるね。すげえな。パンも作ろう。あ、ひらめいたぞ、パン。ハンバーガー。すごい。肉をジューシーに焼き、バンズで挟んだもの。一定時間攻撃力が上がる。すげえ、満腹度4マス回復ってすげえ。うさ豆バーガー。力の出る素材を挟んだハンバーガー。これも攻撃力。お腹がいっぱいになる。すげえ。パンとカゴ。あー、飾りね。すごいな。いいね。こういうのも。すげえ、バーガーいいね。バーガー。キノコ豆乳スープも作れるぞ。4マス回復、守備力上がる。すげえな、これ。作っとこ、一応。ハンバーガー、うさ豆は枝豆が足りるか。ハンバーガー作ろう。これあれじゃん。ピリンの、やっぱりな、ピリンがなんか言ったやつや。あ、ピリンが、外を走ってる。来た来た来た。ハンバーガー欲しがってたやん。うわー、すごい。私のために新しい料理を作ってくれたんだね。へぇ。ハンバーガーって言うんだ。とっても独創的な料理だね。もらってもいい？あげるよ。やった、ありがとう。後でゆっくり食べてみるね。あ、そうだ。私も、領事のために新しい料理を考えたんだ。なんだ。骸骨の頭に土蜘蛛とドラキーの尻尾、それに桃柿の実を入れて。え、赤い油と土で煮詰めた料理。土で煮詰めちゃったか。まだ試行錯誤の最中だから、まずはロロンドに一度味見してもらうね。死ぬな、これ、ロロンド。あ、森のサラダだけもらった。ロロンド、幸運祈るよ。よし。じゃあ、ピラミッドへ行きましょうかね。はい、火を吹く石像の前まで来ました。では、早速ぶっ壊しましょうか。何か出てきそうな気もするけど。一気に行くぜ。おー、壊れた。すげえ。いいね。全部もらっていこう。こいつも。いや、なんか、出た。我らの祈りを妨げるとは、人間め、許しはせぬぞ。まあ、確かにね、ピラミッドを壊したからね。魔導士やったんや、あいつら。ここから脱出せよ、やって。あ、魔導士と、なんか色違いの骸骨。魔導士の色違いな。倒すか。なんかくれるかな。うわぁ、すごい。激しいぞ。敵の攻撃やばい。どうしようかな、これ。で、追いつかれる。やばい。ちょ、魔導士。1しか与えられん。やばい。うわぁ、なんやあれ。メテオ。うわぁ、ワープした。すげえかっこいい。エフェクトがめっちゃかっこいい。メテオや。すげえな、あのメテオ。ちょっと待って、持ち物。ちょっと待ってね。考えるわ。あれか、トゲないな。トゲあったらよかったんだけど、トゲ持ってきてねえか、俺。トゲあったらトゲ引こうと思ったんだけどな。そう。どうしたものか。トゲを作るか。こうなったらトゲを作りましょう。ロッド、金床、あるんで。こう置いて。トゲ、ダメージ与えれるかな？わかんないけどね。あ、豆乳飲んでる場合じゃねえ。豆乳を飲んでる場合じゃねえ。トゲを作ろう。トゲ。
峠はこっちじゃないよね、多分。花どこの方か。危ない危ない。よいしょ。峠当たった。峠。オッケーオッケー。峠作ろう。10個作って、とりあえず効くかどうか。危険だと終わりやからな。よいしょ。どうだ。あ、クッキクキク、10も食らう。魔導士たちはどうやろ。魔導士1やったけどな。魔導士に当てるのが難しいな。よし、だから、まあ、骸骨とも、とりあえず峠で、じわじわ殺していこう。オッケー、出てて。ここにやろ。くそ。あの野郎。難しいな。オッケー、オッケー、オッケー。よしよし。ちまちま食らう。いけいけ。骸骨は、これで。あれ、復活してない?骸骨復活してる。マジかよ。復活すんのかよ、骸骨。マジか。これはじゃあきついか。魔導士たちも復活すんのかな。あ、トゲで、魔導士めっちゃ食らってる、トゲで。いける。あいつ、動けへんから、トゲで死ぬぞ。魔導士復活せへんかったら、ありやけど。あ、魔導士は復活せへん。いけるぞ。よし、あいつトゲで食らってる。いける。勝てる。あ、ワープしたか。あ、同じとこや。いける。よし、あいつトゲで死ぬな。バカなやつだぜ。やった、倒した。なんかくれる?何もくれない。魔導士死んだから、骸骨も死ぬっぽい。あ、死んでる死んでる。骸骨も死んでる。あ、回復しやがったし。1しか、骸骨にもやっぱ1しか与えられへんわ。そうやのに、トゲ強。トゲ強。そう。めっちゃ強いやん。1しか与えられへんのに。トゲは10与えられるって。強すぎるやろ。あいつら回復しとんねん。ほら、1やで1。ほら、トゲ、めっちゃ強い。最強やん。あ、まだ復活した。あ、復活するあれが決まってんのや。何回か復活するだけか。不死身じゃないのか、骸骨も。再生しきられへんだったら終わりか。お前何回復しとんねん。トゲんとこ行け、トゲんとこに。よし。片付きました。最強やん。トゲ最強。マジかよ。やばいな。トゲすげえ。耐久度もないしな、トゲは。これからトゲで戦いましょう。敵はもう。オッケー。とりあえずは、ここは、下なんかあるかな。何もないかな。何もないね。しかもこれは壊れないんだ。オッケー。じゃあ、いいか。じゃあ帰りますかね。おい、おっさん、持ってきたぞ。おお、素晴らしいぞ、領地。火を吹く石像を運んできてくれたのだな。これさえあれば、メルキドロクに書かれた鋼の守りが作れるだろう。鋼の守り、マジか。ぬぬ、そんな凄そうなものを作って平気なのかだと?領地を、我が輩もロシア雪の兵から聞いたぞ。町を発展させれば、巨大な魔物によって、町が滅ぼされるという、神すぎや、滅ぼされるという話であろう。ぬわ、はっは、お主はまさかこんな話を真に受けておるのではあるまいな。心配するな、お主のものづくりの力と、我が輩の頭脳、そしてメルキドロクがあれば、メルキドを復活させ、この地域を支配する魔物の親玉を倒すことも夢ではあるまい。我が輩にすべて任せておけ。いや、任せられへんけどな。心配やな。あ、バトルイベントやで。バトルイベント来たわ。火を吹く像置いてみようかな。あ、違えた。火を吹く像、どこに入った？これをだね。置いてみよう。せっかくだから。どこに置こう？どう置こうかな。横向きに置いた方がいいよね、多分。こういう風に置いてみようか。うわぁ、かっこいい。うわぁ、うわぁ、すげぇ。めっちゃすげぇやん。めっちゃすげぇけど、範囲狭えな。俺も食らう、もしかして。だだだだ、俺も食らうよ。よし。じゃあ、バトル行きますか。
むむ、良一よ。どうやらまたも魔物たちがこの町に攻め入ろうとしているようだ。まったく懲りぬ奴らだな。我らの防壁と新しい武器で立ち向かおうぞ。さあ、良一、戦いの準備は良いか。いつでも OK だぜ。果たして、誰が来るんでしょうか、今回は。鎧の騎士や。あ、鎧の騎士やったよね、こいつの名前ね。出てたんや、最初に。おー、強い。いい感じに配置したところに、いい感じに当たってくれてる。いいね、あいつ。わかってるね。次は、骸骨の茶色いやつ。いいね、いいね。わかってるね。俺んとこ寄ってきてくれんのかな、これ。だから、こう打ってたらいいか。ここにおればちょうど。あー、火強いな。トゲと火強いな。あー、すごい。スムーズやわ。おー、あ、終わり？早っ。いや、今回は早かったぞ。あれ、まだや。まだ来てたわ。ウェーブごとに来るんか。そうか、ウェーブ。なるほどね。おい、お前こっちやぞ。夜の騎士こっちやぞ。来えへんわ。あ、大サソリ軍だ。すごい、大サソリ軍だ。あっち行ったわ、夜の騎士。いいね。これ、大サソリなんや。あ、動き遅いから、めっちゃトゲで。動き遅いからめっちゃトゲで食らってる。かわいそうに。トゲ敷き詰めてあげるか、これ。この間にもね。トゲ敷き詰めたらもっとダメージになるだろう。でかいやつとか多分、連続でヒットしそうやし。隊長や、隊長来た。これ悪魔の騎士やろ。こいつこそ悪魔の騎士やで、ね。多分。いや、地獄の騎士かもしれへん。うわ、嘘や。マジかよ。嘘や、やめろって、おい、寄せ、くそ。調子乗り合って、油断した。ほんまに、マジかよ。うわぁ、シールド、入れる、熱い、熱い。OK。マジかぁ、油断してた、恐れていたことが。壊せる奴がついに来てしまったか。危なかったけどなぁ。ちょっと被害出てしまったなぁ。マジかよ。で、みんな、クエスト。なんか、言いそうやな。また、みんな。ロッシとか言いそうやな。ホラミロとか言いそうやわ。こんな。壊されたから。クエスト受けるか。こいつはなんだ？どう思う？最近は敵の攻撃がかなり激しい気がしないか。確かにね。襲ってくる魔物も今まで以上に強力だ。本格的に竜王軍に目をつけられたみたいだね。僕はね、良一、これ以上魔物たちに好き勝手させないように、より強い武器を持って魔物たちに対抗していくべきだと思うんだ。そうだ、それがいい。そこでだ、君に武器を格納できる部屋を作ってもらいたい。衣装部屋に鎧の置物と剣の壁掛けがあれば武器庫になるはずだ。おー、頼むよ。今ある衣装部屋武器と整えられる武器庫に改装してくれ。もうなくなっちゃったけどね、衣装部屋が。壊れちゃったよ。一番攻撃されそうなところに、危な。置いてたから、衣装部屋。くそー、マジか。あの騎士は壊せんのやな。ちょっと壁を増やしたいところだね。とりあえず修復するか、この衣装部屋。よし、で、あれだったな、鎧の、やつと、夜のやつとは一応作ったんだよね。ここに飾ってあったんだ。これと、剣の飾り。あー。レンガキッチン。あれ？レンガキッチンになったよ。住人が料理を収納箱に入れてくれる。なるほど。皮袋がなくなったせいで、あれか、レンガキッチンになっちゃったよ。みんな集まってきてしまったよ。新しいのをね、ひらめくと、こう、なんかみんなが集まってくれる。いいんやけど。これ、10人増えたらもっと一気に集まってくるのかな。それはそれで面白そうやけど。で、この窮屈なところにとりあえず作るか。これ置いて、これも置いて、と。これで、いいかな。あ、来た。武器と衣装の部屋。住人が綺麗な服に着替える。住人の武器が強くなる。これいいね。武器が強くなる。みんなヒノキの棒とかやったもん、今まで。
できたぞ。おお、ありがとう。僕たちのために武器庫を作ってくれたんだね。これで僕たちも今までより強い武器を持って魔物たちと戦えるはずだ。それにしても、かつてのメルキドの兵士たちはどうしてメルキドの町を守りきれなかったんだろう。メルキドには巨大なゴーレムが守り神としてついていたって話だろう。メルキドには硬い城壁もあったはずだし、外からの攻撃には十分耐えられたはずだ。竜王軍の攻撃っていうのはそこまで激しいものだったのかな。それとも魔物は城壁の中に、まあその守り神のゴーレムが暴れ出したんやろうな。おっと、話が逸れてしまったな。ありがとう、陽一。とにかく助かったよ。オーケー。よし、いいね。この、でも、城壁、こっち側だけでももうちょっと壁分厚くして、なんとかしないといけないな。じゃあまた、適当にやっとこう。時間空いたら。じゃあ、あの、ハゲおっさん、ハゲたおっさんの、クエストでも行けるか。ちょっとどこ行くの？ちょ、待って。どうやら最近はこの街の発展ぶりに魔物どもも焦り始めてるみてえだな。竜王が世界を牛耳って数百年、人間が巻き返しを図るチャンスかもしれん。陽一よ、もうそろそろこのメルキドにかかった空の闇を晴らすために、メルキドを支配する魔物の親玉を倒す準備を進めてもいい頃かもしれないぞ。お、実はな、わしが先祖から伝え聞いた、神鉄路と金床究極の炉がある。その炉があれば、鋼を加工し強力な武器や道具が作れるはず。すごい、鋼か。お前さんにその製法を教えるぜ。まずは実際に作り出して、わしに見せてくれ。マジか。すごい。いいね。硬い金属でも加工できる高温の炉。オリハルコンから武器や防具をクラフト可能。オリハルコンとかねえし。どういうことや。そんな鋼もねえからな。全然ねえんだけど、そんな金属。まあいいや、とりあえず作ってみるか。ここかな。どこで作れるんだろう。こっちか。あった、これだ。オッケー、作りましょう。作ったぜ。すげえ、うわーすげえ、いいね。見事なもんだ。うわー、良一、ついに神鉄路を完成させてくれたんだな。こいつなら鋼を加工できる。これでより強い武器や防具が作れるぜ。強い武器か。お前さん、大木槌の里の奥にある壊れた城壁に行ったことがあるんだってな。あ、行ってきたよ。聞くところでは、わしの先祖の一人もあの城塞の中で暮らしていたらしくてな。なんでもあの城塞の中では人間同士が争いを繰り広げていたらしい。お互いを信じられなくなり、やがては自分たちが作った武器を取り合って。そんな人間を見てメルキドの守り神だったゴーレムはどう思っただろうな。ひょっとすると、そのあたりにメルキドの守り神だったはずのゴーレムが、メルキドを滅ぼした理由があるのかもしれん。なるほどね。とにかくご苦労だったな。強い武器や防具を作って、このメルキドから魔物たちを追い出してくれ。オッケー、これで、できましたね、新たな。これは兼ねてんのかな？これを。この、普通のロの能力を兼ねてたら、ローで作れるやつも作れるのかな。とりあえず置くか。これぶっ壊して、ああ。これで、よし。で、ローを。おい、うわあ、すごい、でかい。あれ？なんか空中に浮いちゃったよ。間違えて上に置いたんか、これ。これ上に置いたよ、やな。ちょ、待って。これを、こうだ。オッケー。何ができるんだ？うおー。あ、一緒やね。前のやつもできるんで、鋼のインゴット作れるぞ。あ、鉄と石炭で鋼にできるんや。あ、そうなん。鋼ってそういうもんな。で、あとは特にない。植えてはない。じゃあ、鋼のインゴットを作ってみよう。これで何かひらめくか？あ、剣来た。もう、鋼の剣来たね。ウォーハンマーや。ウォーハンマー。いいね。あ、盾も。すごい。鎧も来るか。
あ、バリケード。すげえ。バリケード。あ、これだけか。盾は来たな。鎧は来へんかったな。あ、でも、え、今、さっきせっかく鉄作れるようになったのに、もう、上のあれ来たよ。もう鉄を、いらんのか。26やろ？ほら、35やもん。だいぶ高いで。大金槌も。ほら、とても硬いものも壊せるやもん。あ、でも、サソリの角がいるんや。結構、貴重やな。倒さなあかんから。だからまあ、貴重か。でもまあ、作れんことはないな、全然。サソリもいっぱいおるしな。マジか。まあ、作ろう。一個ずつ作ってみよう。オッケー、これで。おー、かっこいい。鋼の剣か、これが。めっちゃかっこいいやん。うわ、めっちゃかっこいいな、これ。で、あー、すごい。ウォーハンマー。めっちゃ強そう。いいね。これいいね。で、バリケード。バリケードなんて役に立つのかな？そうか、足止めにするってことかな。敵を足止めて、その間にトゲで多分、あれするんだよ。ダメージを与えるみたいな感じじゃないかな。こういう感じで置いていけば、置いとけば、いいんだと思うんだけどな。まあ、これもまた、やってみようか、今度。置いといて。いっぱい置こう。よし、じゃあ、こんなもんやね。とりあえずは、クエスト、あれ、拠点を狙うモンスターが現れた。まあ、いいか、ほっといたらトゲで死ぬだろう。クエスト、あ、ロッシー。ロッシー寝てるとこ悪いけど、起きてください。タク。神鉄路なんて、とんでもねえもん作りやがって。俺は何度も忠告したぜ。余計なことをすると魔物に目をつけられるって。もう目をつけられてます。魔物だけならまだいい。人間が力をつけすぎるとあの化け物が。とはいえ、もう手遅れか。なあ、一つ俺の頼みを聞いてくれねえか。ここに俺が書いた遠くまで見渡せる見張り台の設計図がある。この見張り台を設計図通りに作ってほしいんだ。今のお前になら簡単だろ？早く準備しねえと手遅れになる。頼んだぜ。なるほどね。見張り台。いいね。見張り台か。どんな、あ、ちょっと見てみ。わ、結構スペースは小さい。なるほどね。いいね。この辺に作るか、じゃあ。よし。あとは、かがり火をここに置けば完成。できました。見張り台。よし。これでいいのかな？これで満足か。おう、ようやく見張り台ができたか。手間かけさせて悪かったな。な、見張り台で魔物を監視してくれるのかだと？ああ、そうだ。この町にあいつが来たらすぐにここから逃げ出せるようにな。なるほどね。雪の兵に聞いただろう。メルキドは守り神だったゴーレムに滅ぼされたんだって。このメルキドで人間が栄えたから、必ずゴーレムが来て、すべてを破壊する。俺はガキの頃からずっとこの話を伝え聞いてきたんだ。領一、ロロンドが言ってたぜ。このメルキドを本当に解放するには、ここを支配する魔物の親玉を倒す必要があるって。間違いねえ。その魔物の親玉こそ、メルキドの守り神である巨大なゴーレムさ。もう、いつゴーレムが来てもおかしくねえ。俺たち人間じゃゴーレムには勝てねえぜ。悪いことは言わねえ。お前もいつでも逃げれるように準備しておけよ。なるほどね。じゃあゴーレムは近いのかな。そうかもしれないね。ロロンドさんがまた何かクエストを持っています。おい、どうしたのだ、良一。いつになく真面目腐った顔をしておしおってからに。また何かロッシのやつにそれっぽいことを言われたのではあるまいな。そんなことより領域を喜ぶがよい。我が輩はついにメルキド録を読み解き、火を吹く石像を作った、強力な防壁を編み出したのだ。マジか。我が輩が編み出した鋼の守りならこの町をさらにさらに強固に守れるだろう。さあ、この設計図通りに鋼の守りを完成させるのだ。もちろん設置場所は西の方角だ。以前の防壁は一度壊してくれても構わん。鋼の守りに必要な鋼の大扉はお主なら思いつくはずだ。なるほどね。鋼の大扉。
お、ひらめいた。鋼の大扉あるぞ。これか。インゴットが結構使うな。よし、鋼のインゴットで鋼の大扉を作ろう。オッケー。これで扉はできたけど、設計図見てみるか。うわ、すげえ広っ。これは結構大変やな。大掛かりやぞ。鉄の鋼の守りか。鋼の守りを完成させました。完成させて、こんな感じになりました。まあ、設計図とは全然違うんですけど、一回作ってぶっ壊してまた自分の好きなように作りましたね。こんな感じに、もうバリケードと壁とトゲで頑丈にしました。これだけ敷いとけば、いくら強いのが来てもあれ結構いけるんじゃないかなと思います。そしてまあこの扉すごいですよね。そしてこの今二段ジャンプができるようになったんですけど、このなんか以前お墓の建てるイベントみたいなのがあったんで、それでお墓の作り方を覚えたので、それでやってきたらちょっとそれでもらえましたね。装備これですね。空飛ぶ靴。空飛ぶ靴で二段ジャンプができるようになりました。これでかなり快適ですね。自由に、自由度がさらに上がりましたね。じゃあ、クエスト報告をロロンドにして次に進みましょう。うおー、ついに鋼の守りが完成したか。これがあればどんな魔物が来てもこの街を守れる。素晴らしい、素晴らしいぞ。何？この防壁ならゴーレムが攻めてきて町を守れるのかだと？忘れたのか、リョウイチ。ゴーレムはこのメルキドの守り神だったのだ。ロッシーに何を吹き込まれたか知らぬが、ゴーレムが我らを滅ぼすはずがなかろう。まして、ゴーレムがメルキドを支配する魔物の親玉とは、我が輩は絶対に信じぬぞ。まったく根も葉もない噂でみんなの不安を煽りよって、ああいう存在は町の発展の邪魔になる。いずれ処置を考えねばならぬかもしれんな。マジかよ。やばいぞ、対立してるぞ。とにかく、よくやったぞ、リョウイチ。素晴らしい防壁ができたな。わーはっはっは。命の木の実ゲット。そしてまたクエスト。まあ、設計図通りじゃないからな。あれですけどね。どうなるかわかんないですけどね、攻めてきた。おい、どこ行くんだ。リョウイチよ、町も発展し、魔物たちの決戦も近い 気がせぬか。鋼の守りも完成し、町の守りも万全と言いたいところだが、我が輩はまだまだ満足せん。もっともっとこの町を強固な町にしたいのだ。そこでだ、この辺りでもう一回り町を発展させてはくれぬか。なるほどね、レベルアップね、のイベントか。もうやりましたよ、それは。さらに新しい部屋を作ることで、町を充実させても良いし、魔物に対抗しうる防壁設備を新たに作ってくれても良い。お主の自由に街を発展させ、ビルダーとしても一回り大きくなってくれ。おお、よくやったぞ。街が発展し、ビルダーとしても成長したようだな。良一よ、そんなお主に素晴らしい知らせがある。何？ついに我が輩はメルキド録に書かれた最強にして最大の防壁の記録を見つけたのだ。また防壁？その名もメルキドシールドという、なんと厳かで品のある名の防壁であろう。メルキドシールド。これさえあればどんな魔物の攻撃からも町を守ることができる。かつての城塞都市メルキドを完全に復活できるのだ。マジかよ。しかしだ、その細かな製法まではメルキド録にも書かれてはおらぬようでな。このままではせっかくのメルキドシールドも作り出すことはできない。そこでだ、製法の断片だけはビルダーのお主に伝えておく。お主ならいつかメルキドシールドの作り方をひらめいてくれると信じておるぞ。おい、だいぶあれやな、雑やな。終わり？鋼のインゴットくれた。あ、バトルイベントや、次は。そうだよね、バトルイベントか。そうや、バトルイベントの前にちょっと作ったマッチをちょっと紹介しとこう。
これね、上に、町のレベルはこう、レベル5でマックスになったっぽいんですけど、上にちょっとポイント、施設を作ったんですよね。豪華な家具を適当に配置して、ポイントを高めて、経験値アップしましたよ。このゲーム、なんか上に物を作ると、下の建物のところが見にくくなるんで、あんまり上には作りたくないんですけどね。なんとか工夫してね、やれたらいいですよね。よし、じゃあバトル行こうか。おい、見えへん。おお、良一よ、大変だ。またも魔物の軍勢が町に迫っておる。やはり魔物どもも我らが町の発展ぶりを見て焦っておるようだ。魔物の親玉を倒す準備のために、ここは何としても魔物を追い払わねば。戦いの準備は良いか。いつでも OK だ。行こう。さて、作った、防壁が試される時ですね。ちょっと様子を見ましょう。こっち側からしか行けへんのがあれですよね。魔物たち。お、夜の騎士。あ、あそこに出るんや。上に出た。なるほどね。あ、上、おいおいおい。でかいからって上に引き込むやつ、あいつ。飛び越えてきやがった。でもあいつには壊されへんねん。あ、大猿総理軍だ。あ、2段登れんの、お前ら。あ、お前ら、でかいからって引き込むやつを。なるほど。盲点やったな。あ、うわ、なんか、壊して出てきた。引き込むやつ、あいつ。壊して出てきた。なるほどね。あんまりああいう召喚されるとこに置いたら壊されるんや。あ、でもいい感じに引っかかってる。あれでいそうやね。あの、あ、来た来た。最後の壊せるやつや、あれ。ああ、壊してる。壊してるけど、どうだ。あ、バリケード壊されへんの、あいつ。マジで。石は壊せ、石の壁は壊せんのにバリケード壊されへんのか、あいつ。え、そんな、バリケードの方が強いんか。まあ、確かにバリケード鋼でできてるからな。ああ、すげえすげえ。強え。あ、でもトゲ壊されるんや。なるほどね。トゲ壊れるからダメージを与えられへんなってしまうんや。やつは進まれへんけど、ダメージ与えられへんから、俺が倒しに行くか。よいしょ。おい、好きか黙れやがって。あ、おっさんたち出てきた。あ、みんなすげえ。うわぁ、みんなすげぇな。おぉ、斧も、斧じゃねえ、ハンマーやね。うわぁ、すげぇ、集中攻撃。すげぇな。いけいけいけ。おら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 。回転切りだ。よーし。いいね。あ、あのおっさん結構ライフ減ってるな。あ、旅の扉。新しい旅の扉をゲットしました。そしてまた町に光が。おー、みんな喜んで、あ、新しい住人がどんどん来ますね。この調子でいいですね。町も発展して。誰やろこいつ。新たな女の人かな。お、二人目か。女の人は賑やかになりますね。これでより一層。誰やろ。あらあらあら、ここは何なの。暖かい光が溢れる素晴らしい場所じゃない。あなた随分と冷めた目ね。いいえ、冷めすぎて逆に熱を持った目だわ。なるほど、そういう考えか。わかってるわよ。今更、新顔かってそう思ってるんでしょう。だってそう、顔に、いいえ、全身に書き殴ってあるといい、言っていいくらいだわ。なんだそれ。ここには建物もあるし、人もいる。光もあってとても素敵な場所に見えるけど、住んでいる人たちは随分ピリピリしているみたいね。でも、私はもう歩き疲れてヘトヘトよ。私も今日からここに住まわせてもらうわ。なるほど。私はチェリコ。何の取り柄もないけれど、空気だけは読める女。よろしくね。それ重要。チェリコね。いいね、チェリコ。あ、早速着替えに行ったよ。どんな服なんやろ。着替えへんわ、あいつ。あ、着替えたわ。お、すごい。いい感じの。あれ、ピリンとは対照的に。青色の服ですね。仲良くやってくれ。で、結構、全然やな。バリケード強えな。バリケードさえありゃいいのか。石の壁いらねえな。バリケードを今度また置こう。よし。この修復はまたんでいいね。クエストが発生しましたね。こいつは、ショーターが。お、良一さん、よく魔物たちを追い払ってくれました。
これは素晴らしい新しい旅の扉を手に入れたのですね。私もロッシさんから聞きました。やはりメルキドを滅ぼしたのはゴーレムだと。ということは間違いありません。このメルキドを支配する魔物こそかつてのこの地の守り神ゴーレムでしょう。ああ、陽一さん、ようやくです。ようやく、これなんて読むの？わかんない。旅人だった私は皆さんのお役に立てる時が来たようです。私は以前、旅の途中である発明家に会い、魔法の玉なるもの、製法を聞いたのです。魔法の玉。これがあれば、来たるべきゴーレムとの戦いも役立つでしょう。マジで。あなたにその製法を教えます。作り方をひらめいたら形にして見せてください。何がいるんやろ？特別な道具、素材がいりそうやな。なんか、アイコンを見る限り、あれやな、怪しいぞ。トラップ、弾ける石の力で大爆発する鉄の玉。置いてから少し経つと大爆発。マジかよ。爆弾や。何が魔法の玉や。ただの爆弾じゃねえか。え、作り方は？どうやって作るんだ？作業台、あった。爆弾石、なんだって。爆弾石か。なんか爆弾岩から取れそう。怪しいな。爆弾岩とか。じゃあ、新しい世界に、多分、大地に行かなあかんな。行きますか、じゃあ。旅の扉をせっかく手に入れたし。早速。まず設置するところを作ろう。はい、旅の扉置く台が完成しました。では早速置きましょう。おい。おー、新たな場所への扉が開いた。いいね、三つ目。よし、では、朝にしようか、まず一回。ほう。あ、みんな寝てるわ。川の字になって。オッケー、これで朝になったんで、じゃあ出発しますか。三つ目の先、一体どんなところなのか。お、出ましたよ。あー、なんか山岳地帯、山ばっかりって感じ？すごいな、なんか。あ、爆弾岩や、あれ。早速おるぞ。よし、では、まず宝箱。これはオーブですね、やっぱり。オッケー。わ、なんか、あれは新しい鉱石っぽいな。なんやろう。で、爆弾岩や、これ。いやー、爆弾岩いいね。あ、爆弾岩、寝てる。いて、ちょっと、邪魔をするんじゃないよ。爆弾岩はドラクエのモンスターの中で結構好きなんですよね。いいね、爆弾岩。攻撃しよう。うわ、硬っ。硬っ。うわ、転がってる。うわ、やばい、だいぶ、で、ああ、大爆発かと思った。すげえ、転がるんや。硬いね、こいつ。うわ、なんか溜めてる、目が、うん、やばい。で、うわ、発動した。うわー。嘘やろ。おい、大惨事やんけ。おい、な、どうしたね、ほんまに。大量や。広、効果範囲、広、範囲、やばいな。なるほどね、あれ、溜めるのに時間あるから、その間に、タコ殴りにしせえってことか。これ、打撃の方が効きそうやな。爆弾岩は。どうだ？いや、そんなことはなかった。7やろ ?8 とか7やろ剣が9やもん、ないで。あーい、結局新しいの作らないともう無理なんか。うわー、溜めてる。ちょっと待って。いやー、間に合うか。ダブねー、間に合った。うわー、バラバラになった。これか。爆弾石。なるほどね。硬いなー。よし、じゃあ先、お、こいつアルミラージじゃね。よし。あ、一緒か。肉か。うわ、いっぱいおるな。
あ、これね、新しい鉱石。なんだろうな。取ってみよう。硬っ。あ、取れ、下は取れる。いや、取れない。あれ？取れない。マジか。これ取れないじゃん。あれか、ウォーハンマーやったら取れんのか。ウォーハンマーなぁ、ないんだよね、今。はい、ウォーハンマーを作ってきました。これなら壊せるんじゃないかと思います。よし、一気に行くぞ、溜めていくぞ。どうだ？あ、壊せねえの？壊せねえのかよ。結局壊せねえのかよ。くそ。どういうことやね。マジかよ。まあ、爆弾は壊してもらおう、じゃあ。ちょ、こっちですよ。こっち来てください。爆弾はさん、こっち来てください。壊してもらいたいものがあるんだ、君に。こう届くかな？上の段当たるかな？あいつ上がれるな。こっちこっち。まだこっちや。上がりやすいようにしとこう。爆弾がさに。よし、そこや。唱えろ。早く唱えろ。今すぐ唱えろ。で、痛い痛い痛い。はめられてる。危ない危ない危ない。よし、唱え始めた。脱出。よし、いいぞ。いけいけいけ。ドカーンと。何？壊れない。爆弾今の攻撃でも壊れへんのか。マジかよ。硬。到底壊せそうにないな。じゃあ。諦めようか。先へ進もうじゃあ。あ、でも、そうか。じゃあ爆弾は倒してあれ、集めないといけないんだな。はい、拠点に帰ってきました。早速じゃあ、手に入れたやつで、作りましょうか。爆弾を。どこだ？あ、これか。魔法の弾か。オッケー。おー、1個で10個できるんや。いいね。これね。で、翔太。翔太、お前どこで寝てんねん。俺の隠し部屋に、で寝るんじゃない？おお、これはすごい。魔法の玉が完成したのですね。魔法の玉の発案者も、この私も、所詮は物を作る力を奪われた身。今まで魔法の玉を実際に作り出すことはできませんでした。しかし、あなたは伝説のビルダーだ。必ず形にしてくれると信じてましたよ。自分で作ったもんない、ことない、うん、よう、あれやな、発案できたな。陽一さん、メルキドを支配するゴーレムは必ず来ます。ゴーレムに勝てば空の闇も晴れる。負ければメルキドは再び滅びるでしょう。来たる戦いの勝利を祈っています。どうかその魔法の玉をお役立てください。なるほどね。そうですね。魔法の玉が20個もあればゴーレムだってきっと。え、マジで？ 20 個。もう一回作らなあかんのか。なるほどね。20個か。で、次、クエストはピリン。ピリンだけかな？ねえ、りょういち、最近なんだかみんなピリピリしてて怖いね。ロロンドに聞いたよ。もうすぐでっかい魔物との戦いがあるんでしょ？私はただみんなで街を作って楽しく暮らしたかっただけなのに。どうしてこんなことになっちゃったのかな？ねえ、襲ってくる魔物ってとっても強いんでしょ？あのね、こんな時にわざわざお願いするものじゃないかもしれないけど、怖い魔物が来ても安心できるように薬草を5つ作って私にくれない？これが私の最後のお願いだよ。マジかよ。薬草、今更薬草なんよ。作ろうじゃん。オッケー、薬草作りましたよ。はい、作ってきたよ。ありがとう。薬草が5つ集まったんだね。それじゃあ、両一が作った薬草、一度私にちょうだい。あげます。実は私も2つ作っておいたんだ。これで全部で7つ、両一にあげるね。おー、優しい。え、どうしてわざわざ5つ作らせたのかって？だって両一はみんなのために部屋や家具や武器を作るのに夢中で、自分のことはいつも後回しでしょ。だから最後の戦いの前にちゃんと自分のための道具を作ってほしかったんだ。ねえ、両一、ロロンドが言ってたメルキドシールドっていうのは作れそう？私はいくら、悪い魔物でも戦うのは嫌だけど、もし両一が作ってくれたこの街は壊されちゃったらすごく悲しいな。
お願い、この町を守るためにメルキドシールドの作り方を必ず見つけて。マジか、メルキドシールド。おー、薬草がいいね。お、なんかあ、ひらめいた。フィリンの思いにひらめいたぞ。魔物の侵入を防ぐとても大きく頑丈な壁、置いた後丸ボタンで外すことができる。あ、マジでいいね。ひらめきました、ローランドさん。ひらめきました。いや、まあ作ろう。さっき作り方見よう。ここで作るのかな。こっちじゃねえな、こっちか。あった、これだ。オリハルコーン、来たー。ゴーレムガン、ゴーレム岩。マジかよ。え、ゴーレム倒さな手に入れへんのちゃうか、これ。撃退する的なやつかな、一回は。わかんないけど。マジかよ。全然作れねえじゃん。じゃあ、ロロンドさん。ぬおー、でかしたぞ。ついにメルキドシールドの作り方をひらめいたか。これで城塞都市メルキドを復活できる。来たるべき魔物との決戦にも備えられよう。作られへんけどね。思えばここまで長い道のりだった。メルキドロップを読み解けず、何度枕を濡らしたか。マジかよ。さあ、領域、いよいよこの時だ。メルキドロップに記載された最強にして最大の防壁。メルキドシールドを作り、来たる魔物との決戦に備えるのだ。え、作られへんて。あ、マジで、改めておぬしに。え、素材は改めておぬしに伝え、伝えてくれるだけくれるんちゃうんかい。心の準備ができたら、もう一度声をかけるのだ。え、素材も知ってますけどね。まあ、いっか。ついに最強の防壁、メルキドシールドを作る時が来た。メルキドシールドの作戦には2つの貴重な素材が必要になる。オリハルコンは爆弾岩のいる緑の扉の先の黒い岩の中にある金の鉱石だ。あれね、あった。壊されんかったよ、あれも。ゴーレム岩は雪の兵がいた赤い扉の先にいる。ストーンマンを倒すことで手に入れることができるらしいぞ。あ、マジで？ストーンマン落とせへんかったけどな。入手が難しい、極めて硬い素材だという。素材には、あー、マジか。魔法の弾を使えばうまくいくであろう、収集には。なるほどね、そういうことか。わざわざ魔法の弾で ぶっ壊さなあかんのか。結構大変やな。じゃあ一回行くか、オリハルコン。まあ、爆弾岩のあれもいるし、素材もまだいるから、オリハルコン取りに行こう。さてさて、まずは、でもゴーレム倒すのにもう20個一応いるから、だからね、いっぱい作らないといけないね。まずはこれ、こう結構固まってるから、どれぐらいの範囲なんだろう。こう置いてみた、真ん中、お、来た来た来た、うわー、すげえ。うわー、綺麗に、綺麗に爆発したけど、これ、いつか壊せんやろうな。さすがにこれだけじゃ非効率すぎるわ。あ、これあれやん、明治キメラやん。今見たら硬い、明治キメラ硬い。あ、回復しやがった、これやろ。よし、爆弾は、でも爆弾はの素材から作ったのにメガンテで壊されんとはどうしたものなのか。なぜだ、爆弾岩の力はそんなものか。見て。よいしょ。なんかあるぞ、でも。あ、スライムや。僕悪いスライムだよって言ってる、自分で。かわいいな。わあ、人間だ。僕はスラタン。君の名前は？良一か。素敵な名前だね。お顔だって凛々しくてかっこいいやん。初めてそんなこと言われたわ。この連中は、ひどいことしか言わへんからな。ねえ、実は僕、とっても悪いスライムなんだ。僕、人間のことが大好きで、人間と友達になりたくて。
仲間たちにその話をしたら、僕は竜王様に逆らう悪いスライムだって。それから僕みんなにいじめられて仲間外れにされているんだ。かわいそうに。うわぁ、気をつけて。いつも僕をいじめるスライムたちが来た。スライムたち、うわぁ、スライムや、いっぱい来た。すごいすごい。うわぁ、いてて、怖い。すごいすごいすごい。あ、なんかちっちゃいのおる。ちっちゃいのおるぞ、これ。回転切り一網打尽や。あ、硬いな、意外と。よーし。ね、ね、今なんか唱えとったぞ。よし。オッケー。倒したぞ。すごいや。領域ってとっても強いんだね。助けてくれてありがとう。ここは強い魔物も多いから気をつけて。それじゃあさようなら。あ、行っちゃうの。え、領域が作った町があるって。僕も一緒に住んでもいいの？うわ、本当？本当に本当なんだね。やった！ありがとう！それじゃあ僕を領域の町に連れてって。お、やった！初めてのモンスターの仲間ですね。いいね、これ。ドラクエモンスターズみたい。はい、町に帰ってきました。おー、みんな出迎えてくれましたね。すごい。スラタンに話してみましょう。うわぁ、すごいや、すごいや。ここが領域が作った町なんだね。だけど、僕は魔物だよ。本当にここに住んでもいいの？え、友達？僕と友達になってくれるの？うわぁ、ありがとう。本当に優しいんだね。僕、町の人とも仲良くなりたいな。みんなにも話しかけて、友達になるんだ。おぉ、いいね。やる気まんま。かわいい。よし、じゃあ、爆弾岩の、爆弾岩は集めてきたんで、作ろう、爆弾を。オッケー、40個できた。これで、あとはゴーレムを倒しに行きますか。お、いましたね、ストーンマン。あいつですね。あの、でかいストーンマン。あいつだけ、あの、攻撃が通らなかったんですよね。ゼロで。多分、こいつが落とすんだと思います。では、早速。うまい具合に当たるかな。当たってねえのか、当たったのか、わかんねえ。当たってなさそう。あいつだけ当たれんかったかな。こうやって、うまい具合に。おい、こっちだぞ。おいおいおい。うわ、死んだし。とりあえず、じゃあ、まず、ちっちゃいのは普通に倒そう。邪魔やから。お、どこ行くね、あいつ。待てよ。おい。危な。よし。で、こいつや、問題は。置いて、引っ掛けとけば、おーし、いた。一撃、おー、いったぞ。あれ？あ、落としてる。あ、落とした、落とした。オッケー。手に入れたぞ。はい。三つ必要だったので、取ってきました。これで作れますね。早速作りましょう。でも、一個やろ、これ。一個じゃ、これ、どうにもならんけどな。おし、作ったぞ。うおー。ついにメルキドシールドを完成させたのだな。これでもう魔物たちの襲撃を恐れずに済む。マジで？そんな信頼あるの？これあとはこの地の魔物の親玉を倒せば城塞都市メルキドを完全に復活できるのだ。素晴らしい、素晴らしすぎるぞ。うわーはーはーはー、ぬぬ、こんなものを作ってゴーレムが攻めてこないか心配だと。うむ、お主はまだロッシの言うザレ事を気にしておるのか。領域を、我が輩から一つ大切な話がある。この町をさらに発展させるためには、町に住む人間はしっかりと選ばねばならん。町の発展の邪魔をする者、皆の気持ちを削ぐ者、町には不要な人間だ。そういう考えかよ、ロロンド。やばいぞ。意味することはわかるな。領域をよくよく考えておいてくれ。
やばいぞ、これ。うわ、うわぁ、ダメだぁ。うわぁ、なんだ、この地響きは。一体、我が輩の町に何が起きようというのだ。我が輩の町じゃねえ、俺の町だよ。いや、みんなの町だよ、みんなの町。でかしたぞーって言ってるけど。なんかずっとガッツポーズしてた。ああ、終わった。終わり？え、幽霊の正体は？どうなったの？あ、なんかバトルイベント発生してる。マジで？通りでもボロボロやけど。行く？行ってみるか。行こうか、もう一気に行ってみよう。ロッシー。へへ、ヨイチ、やっぱりこの時が来たな。さっきの地響き、メルキドの守り神、ゴーレムが目覚めたんだ。どうやら、まずはゴーレム本体じゃなく、ゴーレムの配下の魔物が迫ってるみてえだな。勝てるかはともかく、魔物たちを倒さなきゃ町に未来はねえ。さあ、最後の戦いの始まりだ。どうだ、戦いの準備はできてるか。え、配下やのに最後の戦いなの？どうなん、レンチャンとかあんのかな？わかんないけど、行ってみるか、一回。行きましょう。お前はどうして守り神だったはずのゴーレムがメルキドを滅ぼしたと思う？人間たちが争ったからか。ゴーレムが滅ぼしたのはメルキドじゃねえ。メルキドにいた人間なのさ。ゴーレムは壊れちまったわけでも、魔物に操られちまったわけでもねえ。きっとメルキドを守るためにメルキドに住んでいた人間たちを滅ぼしたのさ。ま、続きは生きてたら話してやるぜ。とにかく今はやってくる魔物を蹴散らすんだな。オーケー。出して、ちょっと壊れかけの城塞ですが、大丈夫かな？あ、骸骨か。骸骨なんて、何のあれにもならねえな。あ、でもあそこトゲねえんだな。トゲを置くか、新たに。あとは、あ、これだ。よし。トゲを。トゲこう壊されちゃったから、置いてだね。こっちですよ。はい。ご苦労様でーす。こっちです。こっちですよ。ここにも置いとこう。あ、キメラだ。キメラには多分効かねえんだよな。飛んでるからトゲが。だから、普通に攻撃しよう。でもな、自分の攻撃でこれバリケード壊れるのが。完全になんか、おかしい。おかしいよね。なんで自分の攻撃に壊れるんだよ。だからこれどうしたんや。だから村人、町人に頑張ってもらうしかないよな。壊れちゃうんだよね。自分の攻撃で。うまい具合にやってないと。これ爆弾なんか使ったらもう町吹き飛ぶ。自分で絶対町壊すよね。爆弾なんか使ったら。大丈夫かな。ブラウニー。だからもっと。入る前にやるしかないってこと。あ、トゲ壊しちゃったよ。ほら。ほらね。ブラウニー。あ、まだおるブラウニー。え、横から来やがった。あ、なるほど。お前もうそっち行ったらでもな、攻撃できないんだよな、俺。よし。頑張れ。みんな頑張れ。あ、ブラウニーあっちにもおる。みんな次あっちやぞ。ロッシュはでも戦う人じゃないんやな。嫌がってるけど、戦う人ではない。結構多いな。しかも硬い。意外と硬いぞ。よし、こっちは任せろ。そっちは、お前ら、頼む。ナイス。おー、来たな。隊長。ビューオーブの隊長。こいつや。こいつでもあれか。壊せないんだ。バリケードは壊せないんだ。危ない危ない危ない。いけいけ。袋だぜ。ボコボコだな。危ない。おい、どこまで行くの。で、あー、シールド。おらおらおら。いけ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 。もうちょっと。オッケー。やっぱ硬いな、こいつは。いけた。すべてのモンスターを倒した。オッケー、クリア。余裕でしたね。オッケー。あ、なるほどね。で、
次もあれか、ゴーレム戦なんかな、わかんないけど。では、ゴーレム戦は次回に行きたいと思います。それでは今回はこの辺で終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。